皆さんこんばんは。こんばんは。都知事選で惜しくも落選をしました。今回この河野談話の見直しの機運が再び盛り上がりましてですね、これ本当絶好のチャンスだと思います。このチャンスをものにすべく頑張らなければいけないというふうに思います。中国とか韓国に対してはですね、この彼らが言うことをちょっとでも認めるとですね、また出てくるというのがこのもう数十年の歴史だと思います。絶対に下がっちゃいけないんですね。もう辛いけどもこの場で押しとどめて、あるいは押し返さなければダメだというふうに思います。これはとにかく数十年の歴史的経験に学ぶべきだと思うんですよね。日本人の間では俺が悪かったというと、いやお前だけが悪いんじゃない、俺も悪かったということが収まる。しかし中国人とか韓国人とか国際社会でこれをやったらですね、俺が悪かったといえば、そうだお前が悪いんだ、だから金のせいと言われてるわけです。本当に何回同じことを繰り返せばですね、日本人も分かるのかと、日本政府も分かるのかと本当に私は思うんですよね。で彼らの言うことっていうのは本当このすごいなと私は思うんですけども、本当惚れ惚れするぐらい間違ってるんですよね。もう正しいこと言った試しがないということなんですよ。もう現在まさにこの昔と違って軍事力で物を取るというんではなく、この騙して物を取る、いわゆる情報戦で嘘とかデマとか捏造の情報を流して、相手も一応合意をさして、そして合意の上で騙して相手から金を奪うということが日常的に行われているという、まあ、情報戦の時代であると思います。で中国とか韓国とかですね、嘘を言っても心に痛みを感じない国ですから、我々日本人は嘘を言うとですね、こう心に痛みを感じるわけですよね。武士の時代からのずっとやっぱり習わしだと思うんですよね。ですけども嘘を言っても全く心に痛みを感じない人たちと付き合うときはですね、やっぱりそれなりに構えて付き合わなければいけないというふうに思います。ですから私は日本ももっと強く発信をすべきだというふうに思います。そのためにこそですね、我々のこういった活動とか盛り上がりがやっぱり大事なんだろうというふうに思います。政府もやはり国民の後押しがないと頑張れないということで、まあ、私たちが今日これだけ集まってですね、またこの発信をするということが日本政府をして大きな影響を与えていくことができるのではないかというふうに思います。ですから皆さんが本当にお忙しい中これだけ集まっていただいたことに本当心から感謝を申し上げたいというふうに思います。本当に今チャンスだと思います。絶対に頑張って頑張ってですね、この河野談話を見直さなければいけない。河野談話を出した時にこれで収まると思った人は、まあ、いっぱいいたと思うんですけども、まあ、河野さんは、まあ、その代表であると思いますけれどもですね、いかにこの愚かなことをしたかということを本当に気がついてほしいなというふうに思います。河野さんが本当国会に出てきてですね、あるいは記者会見でテレビで、いや本当に間違ってましたと、私も本当にバカでした、韓国に騙されましたと言ってくれたらですね、私は本当に変わると思います。それをできないようなのは侍ではないと私は思うんですよ。侍ではなく政治家でもなくて、まあ、単なる政治家ということではないと思います。河野さんはですね、たびたび江沢民の傭兵だからこの傭兵だと言われてます。ぜひ死ぬまでにですね、本当に日本の国のために何かをしてほしいなと思います。今まではとにかく日本の国を貶めることだけに頑張ってきたのではないかと私は思います。もう最後ぐらい頑張ってくれと。そうでなければ息子の太郎をもっと教育してくれと私は思います。実はあの私この後ちょっと別の会がまた予定されてまして、本当はもっと長く喋ってたいんですけども、今日はあのこれであの失礼をすることになってしまいますけども、どうか皆さん本当に盛り上げて盛り上げて日本政府を後押しして頑張りましょう。ありがとうございました。
忙しい中本当にありがとうございました。皆さんもう一度お気持ちで私